皆さんこんにちは聖パール修道会の山内神父ですカトリック入門の今日は100第167回で天礼ということについて考えてみたいと思います教会が天礼において告げ知らせ祝うのはキリストの水越の神秘ですこれは信者たちがこの神秘を生き この世にあってそれを明かしするためでもありまだ、まあ、この天礼によって特に生体の神聖なる犠牲において私たちのあがないの技が行われるのですから天礼は信者がキリストの神秘と真の教会の本来の性格とを生活をもって表し他の人々にも示すために 大いに役立つものと言えるものです典礼とは一体何でしょうか典礼はラテン語でリトルジーヤという言葉を使いますこの表現はギリシャ語のレイトスつまり公のとか民のとかあるいは公共のという言葉とエルゴン つまり仕事とか技この2つの語が合成されたものでまあ公共の仕事とか民の仕事とかあるいは公共の名であるいは公衆のために行われる奉仕といった意味を持っています。まあ、なんとなく私たちは教会の儀式のような感じがしますけれどももともとはこういうふうに民の仕事 えー、公に行う技とといいいってもいいと思しまし、まあ、キリスト教の伝承では神の民が神の宮座に参与することによって私たちのあがらい主大祭司であるキリストは教会の中で教会と共に教会によって私たちのあがらいの技を続けられます。新約聖書の中で 天礼の後は、神を礼拝する祭儀のほかに、福音の告知や愛の実践の意味でも用いられています。これらすべては、神と人々への奉仕ともいえるものです。天礼祭儀において、教会は唯一の天礼執行者であるキリストに習うものであり、 キリストの祭色、例えば礼拝預言職、えー、告知そして及び応色神の奉仕まあ、愛の奉仕に預かっていますキリストの業である天霊はキリストの教会の行為でもあります天霊は教会をキリストによる 神と人間との交わりの見える印として形成し表しています天霊はまた信者を共同体の新しい命に引き入れるものです天霊はすべてのものが意識的行動的にこれに参加し実りを得ることを含みます特に第二バチカン公会議によって、えー 多くの人たちが行動的に参加するという言葉がこの典礼の中では強調されるようになっていきましたたたんに司祭学をするというだけではなくて一緒に祈っていくみんな行動的に積極的に参加するそういった意味が込められたものです聖なる典礼は教会の全活動を果たすものではありません 天礼以前に福音宣教、信仰及び改心がなければなりません。それがあってこそ、天礼は信者の生活にその実を結ぶことができます。その結ばれる実とは、霊に従う新しい生活であり、教会の使命を生き、その一致のために奉仕することです。まあ、こういうふうに、一つの 流れそしてまたつながりそういったものが天霊の中にも見えてくるものです。天霊はまた聖霊において恩知に捧げられるキリストの祈りに預かることです。キリスト者の祈りのすべてはまさに天霊のうちにその源と到着点とを見いだすことができます。天霊によって 内なる人間は愛する恩子において私たちをこの上なく愛してくださった恩知の愛に根を下ろし礎を持つものです生活がどのような時にも霊に助けられて導かれ全ての祈りによって内面化されるのは同じ神の偉大な技なのですこういうふうに 祈りと天礼というのはいつも切っても切れないような関わりと言ってもいいでしょうまた天礼は教会の活動が目指す頂点であり同時に教会のあらゆるる力が流れ出る源泉です従って天礼は神のために優れた家籍術の場でもあります。まあ、要理教育は 的的的かつ奇跡的な善行にに内的に結ばれていますイエス・キリストは奇跡特に生体において人間改造のために完全に働かれるからです。天霊による家適事数はキリストの神秘に導き入れることすなわち見えるものから見えないものへ意識するものから意,識意味されるものへ。 秘跡から神秘と導くことを目指していきますまあ、そういう意味で天礼は本当にこう家庭寺室の具体的なものがあるものです例えば教会で子どもたちがよくこの自社の奉仕をしたりしますまあ、こういった姿はこの天礼の中で、えー、具体的な家庭寺室を生きまた 家庭芸術を奉仕しそして家庭芸術を学んでいくそういう具体的な姿と言ってもいいと思いますで、今日は天霊についてお話をさせていただきました最後までご視聴いただきありがとうございましたまたお会いできることを楽しみにしております